番です。アントニオさんです。週1回の動画になっております。本当申し訳ありません。毎週土曜日更新。今ですね、日付の上では4月6日の朝の4時12分です。これから編集をして今日中にアップさせていただきます。王者がですね、5月の7、9、11と、名古屋、大阪、東京で、日本公演があるという状況でですね、私もバシバシ動画アップして、盛り上げていきますということで、決めているんですが、それがなかなか実行できておらず、本当申し訳ありません。はい。ただ前回の来日しますという動画でですね、結構コメントいただいたり、再生数も最近ちょっと低迷してたんですが、以前のような再生の回りぐらいになってたりという反応を見たりですね、またツイッターで、王者の来日についてちょっとチラチラっと見る限りですね、やっぱりね、みんな王者見たいんだなと、いうことをつくづく思いますね。なんだかんだで皆さん王者好きなんですよね。やっぱ来日公演見たいですよね。はい、やっぱ王者をね、生で弾いてるところを見るっていうのはね、どれだけありがたいことかと、またそれがね、どれだけ楽しいか、そういうファンとしてのやっぱ心理が働いてね、皆さん待ち望んでんだなと、私もそうです、はい、本当に嬉しいことなんで、あと1ヶ月ちょい盛り上げましょう。はい、このチケットの今先行抽選が行われてまして、4月の11日までですね、申し込みができます。そこから発表があって、当たった方に振り込みの案内が来るはずです。はい、だから当たったらね、当たったで私も動画にしますし、ぜひね、皆さんの申し込み状況もコメント欄等々で、お伝えいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。というだけの今日動画になっちゃって本当申し訳ないんですが、またね、いろいろへこむことがね、起きるんですよね。また車が調子悪い、もう本当どうにかしてほしいわ。買ったばっかなのに、まだローンの支払いも始まってないんですよローンの支払い始まるの4月の末からなんですけど、何なんだろうね。まあ、それと同時にね、王者の誕生日企画、今回は身内でということで、進めてるんですけども、先日ツイッターでアップしましたが、ゆうこ氏が久々に参加してくれるということで、先日ゆうこ氏の撮影もさせていただきました。でその時にね、彼が持っているカスタムショップのストラトキャスターと、あとマスタービルダーさんがフェンダーを退社してオリジナルブランドを立ち上げて制作されたっていうストラトキャスタータイプ2本弾かせていただいたんですけど、やっぱりいいものはいいですね。はい、でそのカスタムショップの方がネックが極太、こんな太いストラトキャスターのネックあったのねっていうぐらいの太さだったんですけど、だけど手にね、馴染んでね、すごく弾きやすい、不思議なもんですね。私はもう極細のネックがね、もう好きになっちゃったんで、そっちの方しか使わないですけども、だけどたまにね、そういうのを弾くと自分のギターもいいなと思うと同時に、やっぱストラトキャスターって幅があるなと、またそれぞれの個性があるなということをね、再認識して、またさらに好きになるっていうね、もっとのめり込んでいくなというのがよくわかりますね。はい、それも動画にしてよかったんですけど、撮るのに手一杯でね、撮るのと思想するのに手一杯でやんなかったんです、すいません。はい、ということで、動画も作ってますんで、はい、ぜひ王者の来日盛り上げていただいて、次回はね、ぜひチケットの抽選状況も当たったぞとかっていうのを動画にできたらというふうに考えております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。